犬食いとは、日本の食文化の上で、犬のように食事する形態を指し、食事の時に器を手に持たず、テーブル上にある食器に盛られた料理に、極端な前屈姿勢で顔を突っ込まんばかりに近づけて、ガツガツと食べること。日本式の食事マナーに反するとみなされ、周囲から見苦しい印象を持たれやすい。いわゆる、先割れスプーン日本において、 食器に顔を近づけて食事する姿が社会問題としてマスメディアなどに取り上げられた。この原因の一つとされたのが給食で使われている先割れスプーンと呼ばれるスプーンとフォークの機能を合わせ持つ食器とランチプレートと呼ばれるいくつもの料理を盛り付けるために複数のくぼみを持つ食器であった。先割れスプーンが学校給食に用いられ出したのがいつ頃からかは 定かではないが、1950年代から1960年代より、プレス加工で大量生産の効く、この食器は、小学校などで供される給食に利用されていった。これらは、様々な料理が供される、学校給食で、総合的に利用できる、単一の食器として利用されたのである。先、割れスプーンが利用された、当初の頃は、 食器もアルマイトのプレス加工でワンや鉢、皿といったものが利用され和食では標準的な食事方法である料理の入った食器を口元に持っていって直接口の中に流し込むという食べ方が可能であったため先割れスプーンは汁物がこぼれるや麺類は食べがたいなどの問題点もありながらもさほど食事風景としては見苦しいものではなかったただ 熱い汁物を満たしたアルマイトの碗は、熱が直接手に伝わるため手に持って、口に運ぶのが困難となることがしばしばあって、犬食いを誘発することがあり、その後の犬食い問題の方がはこの時点で生じていた。さらに、1 9八十年代には、給食における食器の後片付けの利便性という点で、複数の食器を使うよりも、ランチプレートにお子様ランチのように盛り付ける様式の、 方が勘弁であるとして、方々に採用され始めたことから、問題が深刻化した。先、割れスプーンは、多様化した、給食のおかずを必ずしも突き刺して、口に運ぶことができず、また汁物は、先端の切れ目からこぼれ、麺類は絡めて、口元に運べないことから、必然的に食器に盛られた料理に顔を突っ込まん、ばかりに近づけて食べるしかなくなった。こうなると、 犬や猫が餌の盛られた食器に顔を突っ込んで食べるようによく似ていて見苦しい状態となってしまいこれがいわゆる犬食いとして問題視されるようになったまた前屈姿勢で料理が視界に入らないことから料理をこぼす場合もあるためこれももったいないとして問題に挙げられたこの中では箸による食事を見直す動きも見られまたランチプレートが耐熱性のある合成樹脂で 保護者の間に環境ホルモンに対する漠然とした不安が広まるにつれ使用しないよう求められるなどしていったため次第にこの問題は収束していったただ韓国や中国など海外では器を持たないことが逆に正しい食事のマナーとされている韓国でも日本と同じようにご飯味噌汁を各自のワンに寄って食べるがお椀に顔を近づけて食べるのが普通 韓国のお椀は金属でできており、熱伝導性の高さから熱くて持てないのが理由とされている。日本の食文化では背筋を伸ばしてた良い姿勢で食事をすることが良しとされていることもあり、背を曲げて口を食器に近づける姿勢は忌避され、お椀を持って食事をする。また、日本の食文化における食器体系では水気の多い料理にさじを使わないことから、 この食べ方ではこぼしやすくなる。日本では様々な地域の料理が供されているにもかかわらず、特定の地域の料理のみを供する飲食店を除けば、やはりワンや丼などの食器を手に持つことが多く、前屈姿勢で食べることは、忌避されている。家庭料理で洋食などを出す場合でも、やはり同様である。このため犬食いを嫌い、避けられる傾向も見られる。弁当では、 以前として一つの食器に、主食からおかず、場合によってはデザートまで収められているため、箸が上手に使えない児童などでは、やはり犬食いとなってしまいやすい。ある程度を、手が上手に使えるなら、弁当箱を持って食事ができるが、幼稚園や保育園などの用事では、上手に、弁当箱を持てない場合もあるためである。この問題に関して、藤子は2006年10月より、 犬食いにならないためのお弁当箱として、お弁当ガンくんという二段構造のランチボックスを発売している。この弁当箱は、ご飯が下の半球状部分に収められ、家庭の食卓で使っているご飯茶碗のような形をしており、おかずは上部円筒部に収められた部分から箸で取って食べるようになっている。こういった食器に関する改良は多方面に見られ、先、割れスプーンでも、 より使いやすい形状への変更も見られる一方、箸も、自動向けなどに先端部に滑り止め加工の施された、自動箸といったものも利用されている。手の麻痺や、筋力の低下などといった身体的障害を持つ者は、居食いにならざるを得ない場合もある。先、割れスプーンを使うと、無理な姿勢で食器に顔を近づけずとも、口元まで食事を運びやすい。 またその他にもピンセットとスプーンを合わせたような食器も開発されており、それらは介護用品取扱店などで見かけることができる。ありがとうございます。